こんにちは、ゆるです、今日は4月の6日ということで、今日も筑後の森に来ております、今週はですね、昨日金曜日以外すべて月、火、水、木、土、日全部筑後の森ということで、今日は週、そうね、昨日はちょっと外のコートだったんですけども、今週は収録筑後森みたいなそんな感じで、過ごしております。じゃあですね、そんな中コメント見をしていこうと思います。一番新しいコメントから4月6日のタケルームのコメントを読んでいきます。市松さんから、コメントをいただきました。ギロチンの言葉は知っていて、斜め下に切り下ろすように理解していましたが、それが、ギロチンとどう結びつくのかちょっと疑問でした。表現したかったイメージを教えていただけるとありがたいです。そのままです。そのままギロチンみたいな、ギロチンって別にギロチンじゃなくてもいいし、ブランコでもいいし、なんだろうな、なんかボーリングか、まあ、上から下に降りる様子を言ってるだけなので、はい、僕もギロチンってよく知らないんですけど、よく知らないというか、ただ斜め下に切り下ろすイメージと思っていただいていいと思います。そんなに深い意味は全然ないので、安心していただければ。じゃあ、どっちにするでしょうっていうショート動画のコメントで、宮柱さんからコメントをいただきました。このシリーズ、続編を期待しています。米印でしかし途中までラケットが割と寝てるのでストレートっぽいんですよねということでコメント入れました。これ分かりにくいと思うんですよね。これどっちに来るか、この後バックこれこれが相手を騙すために必要なんですよね。よくテコの原理って僕言いますけど、テコの原理でグリップを下ろすことによって面を立てる。だけどその時に相手からすると、ここからこういった時にこういったら、あ、なんかストレートこっちに来るんじゃないかなと思ったらこっち来たみたいな、そんな感じで打ち分けてるというか、まあ実際に構えてボール来たなと思って構えてグリップをこう向けてる間にどっち打とうかなというか、相手がどっち動くかなっていうのを見て、あ、こっちだろうなって感じで決めるんですけど、まあそれが使えるとね、相手がするともうこの構えしてんでもう何が来るか分かりづらいと思うので、ぜひ使ってみていただきたいかなと思っています。なんだっけ、何を言うしたっけ、はい、まあそうね、なんか同じようなもし映像というか場面があったらまた紹介しようと思います。じゃあ次のコメントを読んでいこうかな。この動画1本見るだけ80代にもできる美しいフォアハンドというか、フォアハンド完全版の一番最初ですね。斉藤達也さんから、コメントをいただきました。フォアが安定しました。改善してはトンネルにを繰り返していましたが、フォアが武器になりそうです。感謝ですのでコメントをいただきました。そうですね、フォアハンド安定しない方っていうのはどうしてもね、ラケットが暴れるか、そもそもラケットがもう全然なくて、すごいこう、まあ、ここが打点だとして打点に対してすごい遠いところから行っちゃって失敗しちゃったとか、まあ、いろんなパターンがあるので、ぜひね、なんだっけ、ただこの、完全版1の方は、まあ、深いテイクバックから深いテイクバックからドッグパッド行ってやってる方なので、まあ、2023年版って今言ってますけど、まあ、2024年版さらに習得しやすいので、習得しやすいというか、さらにいいフォアハンドになりやすいと思うので、ぜひそちらの方も練習してみていただきたいかなと思っています。それこそ先日の、ね、山椒さんはかなり習得率としては高かったので、まあ、まだもちろん試合とかだとあれかもしれないですけども、たまらしばラリーだとだいぶいいなっていう動きを結構やってるので、ぜひ参考にしていただきたいと思います。またその動画で紹介しようと思います。
や勇気を出せ気持ちで負けるなっていうあのサーバンドボレーのあのあれですね、あのショート動画のコメントに三柱さんからコメントいただきました。80年代のドキドキでワクワクのテニスと80代でもできる楽で美しいテニスの二刀流ですね。どちらも指導ができる八尋コーチに、あっぱれということで、あのそうですね、まあまあ、80代でもできる楽で美しいテニスというのは、まあ、基本的にこの体を、まあ、なるべく楽に使ってほしいのよねという動きもそうなんですけど、その中でまず初心者の人が考えてほしいのはミスをせずにコントロールしない、怪我もせずにミスをしないようにコントロールできるようにっていうのが、まあ、まず第一に考えてほしいから、あのその場合はとにかく頑張ってじゃあ走って相手コートに打ち返してねっていうのが最初なんですけど、その次に考えたいのは、ネットプレーかな。どんどん前に行ってプレッシャーかけて、まあ、ボレーで決めるみたいな、でそれができるようになってじゃあ最後に後ろからぶったたけるようになりましょうっていう感じですけども、あのそれをね、安定とネットプレーすっ飛ばして速いボールばっかりの人っていうのは、あのパッと見うまいんだけど試合じゃ全然勝てないみたいな、そんな感じになっちゃうので、そうならないように、気をつけていただければと思います。じゃあですね、4月5日のタケルームのコメントで、ノブさんのコメントを読んでいきます。喉を痛めて見えたのを、知りませんでした。早く治るといいですね。大切な商売道具ですからくれぐれも無理しないようにしてくださいということで、あのちょっと先ほど読まなかったんですけども、まあ、ドンさんからもコメントいただいてて、あの、まあ、ドンさんがコメント読みしなくていいですよってあったから読まなかったんですけど、そうなるべくねちょっとコメント読みとか特にちょっとゆっくり喋ろうと思って、もうなんかどんどんやっぱ 早口になっちゃうから、早口をなるべく直してゆっくり喋っていこうと思います。はい、ちょっとね、ボイトレ行くといいかもってなったけど、ボイトレ行くと時間がねちょっと全然ないので、あの今やれることをやっていこうと思います。そう、喉が痛めててタケルームとかボイシーとかスタイフも何日できなかったかな、3日間ぐらいできなかったかな、ちょ覚えてないですけども、めちゃくちゃストレスでしたね、喋れないっていうストレスが。こういう風に喋るのはまだいいんですけど、まだいいというか喋れないのはまだいいんですけど、例えばその子供をじゃあ保育園に送った時に、あの反対側から親御さんたちが来られて、おはようございますってこう挨拶してくれる時に、僕が声出ないからおはようございますみたいな、でなんか無視してるわけじゃないんだけど、その挨拶をしたいとか、そういうなんか何気ないいつも出してる声が出ないっていうのはめっちゃストレスです。あのちょっと気をつけていこうと思います。とにかく雨、マスク、うがいの3種類を、徹底していこうと思うので、これからも頑張ります、頑張ります、はい、気をつけます。じゃあイップスでどん底に全日本ジュニア優勝者山椒さんがレッスンに来ていただきましたっていう動画のコメントで、トータさんからコメントをいただきました。僕は YouTube が広く浅くで X が狭く深くのイメージです。そうなんですね。でも確かにまあ言われてみればX はまあその人の日常だったりを上げる方も多いので、そう考えるとやっぱ深いかな。X の方が関わり合いが多いですかね。 YouTube だと一方通行なので人気が獲得できないと見ないですよね。どっちのメリットもありますよねということでコメントいただきました。確かにね、 X 深いんかなっていう、あのそうね、あのなんか正直ね、僕あの YouTube は結構注力したけど、X もやってなかったし、ボイシーもスタンド FM も何もやってなかったので、うん、なんか感覚がまだよくつかめてないんですけども、そうですね、いやいや、あ、そうだからね、ちょっといろいろね、僕も勉強したいんですよね。まだ勉強不足なところがあるので、まあ、どんどん勉強して、まあ、分かることが増えていくと、自分のレベルが上がってるなっていう楽しみがあるので、そういう楽しみを見つけていこうと思います。じゃあ最後。フォアハンド2024年版の完全版の動画で金子さんからコメントをいただきました。イップスになる人はトークスを意識するのが大切だとよく分かりました。意識するとストロークミスが全然なくなります。ドックパッドは縦回転になるのでパッシングしてもアウトしない、2位かなっていますということで、トークスをね、トークスというのはあの親指が、まあ、分かんない方もいると思うんで、手のひら側に折る小屈、手の甲側に折る背屈
小指側に折る尺骨、親指側に折る頭骨っていうのがあって、頭骨側を固定したままラケットを振ることができれば、あの肩がよく動いて肘が伸びやすくて手先を使いにくいので、こういう感じ、こういきたい、まあ、例えば両手バックとかも、まあ、片手バックは違う、またあの何ていうか見え方が違うかもしれないですけど、とりあえずこの L 字する、この状態で打つことができれば、あのボールがばらつくことはないし、ドッグパッドがあるから縦回転にもなるし、これがもし頭骨固定で、例えばコンチネンタルみたいな感じでこうやってたらフラットしか打てないんだけど、これ頭骨固定してるけどフラット、でドッグパッドがあるからこれでもスピン打てるよねみたいな、あのメリットがあるので、ぜひそんな意識でやってみていただけるといいんじゃないかなと思います。そうそう、これね、分かった人からすると絶対これだよねみたいな、そんな感じなんですけども、分からない方からするとなんでわざわざそんなのしないといけないんだろうと思う方いるんじゃないかなと思います。まあそういうことね、山下さんの、まあ山下さんのっていうか、ほとんどの人の注意はこの頭骨固定でまずは打てるかな、頭骨固定がゴールじゃないんだけど、頭骨固定が近道になるので、ぜひ頑張っていただきたいと思います。じゃあそんな感じで、今回のコメント読みは終わります。また次の動画でお会いしましょう。いいねとコメントと、チャンネル登録お願いします。毎日言ってますが、音声配信で毎日ボイシースタンド FM 更新しております。喉が壊れた時はちょっとしてないんですけども、基本的に毎日やってるんで、ぜひそちらのフォローもお願いします。 X も、やっていますので、やってるって言ってもね、あの X はあの、なんだろう、まあいろいろ上げてますのでぜひあのフォローお願いします。じゃあそんな感じで、今日の、動画終わります。最後まで見ていただきありがとうございました。まあ、次の動画で、お会いしましょう。ありがとうございました。あなたのテニスがより早く効率よくレベルアップできるようにと思い、オンラインレッスンを立ち上げました。今ですね、毎月、いろんな県から、福岡の方にレッスンに来ていただいている方が、たくさんいます。で、そういう方はですね、どうしてもあの予定を組んで福岡まで来て、レッスンをしてっていうあの時間とお金がすごくかかるんですよね。なんでそういう方を救えたらと思って、始めました。今、全国にはあのたくさん、悩んでる方がいます。テニスもっと早く上達できないかな、今自分はどういう状態なのかなっていう方たくさんいるんで、そういう方を救いたいと思って、作ったので、気になる方は、詳細はですね、概要欄に載せるので、ぜひ見ていただければと思います。ざっくり言うと、フォアハンドならフォアハンド、バックハンドならバックハンド、まあ、サーブならサーブ、何でもいいですけど、一つのショットを僕に動画で送っていただいて、課題を伝えます。で、課題を伝えて改善するためには、どうしたらいいのか、練習方法などでも、お伝えしていこうと思っているので、まあそういう形を、取っています。本気で上手くなりたい。もう自分は、これ以上レベルアップできないかなとか、自分一人でどうやったらレベルアップすればいいんだ、っていうのが、わかんない方たくさんいると思うんで、そういう方を救えればと思います。はい。そんな感じで、気になる方は、僕にご連絡ください。以上です。ありがとうございました。